エベロリムスは分子標的治療薬であり、免疫抑制剤、抗がん剤の一つである。免疫抑制剤としては、サーティカン、悪性腫瘍治療薬としては、アフィニトールとして製造、販売されている。また、経費的肝動脈形成術での薬剤用出性ステントに用いられている。シロリムスの誘導体であり、エントア阻害剤として採用する。 他のエンとは阻害剤同様に細胞内での信号伝達を阻害する。ただしエベロリムスはマタック1にのみ作用し、マタック2には影響しない。マタック1のネガティブフィードバックはアクトキナーゼを活性化し、かつマタック2を阻害しないためポジティブフィードバックが起こり、アクトを活性化する。このアクトの活性化はある種の細胞をアポトーシスへ導く。生ワクチンは 病原体が増殖して発症する恐れがあるので、併用近忌である。重大な副作用として知られているものは、である。ありがとうございます。